ありがとうございました。ただいまの対話候補者島村大本人よりの力強いお訴えでございました。さあ皆さんお待たせをいたしました。前のベンチの方にご協力をいただきまして、随分と時間の余裕ができました。だけれども皆さん、候補者の名前忘れないでくださいね。お待たせしました、小泉進次郎青年局長でございます。新百合ヶ丘駅前の皆さん、こんばんは。こんばんは。青年局長の小泉進次郎です。全く同じ場所で3年前に小泉昭雄先生が選挙の時にここで演説した時のことを今でも覚えてます。私、自分が何を言ったのかも覚えてます。元高校球児だった私は、百合ヶ丘高校と高3の時、夏の大会で対戦をして、新百合ヶ丘というとあの高3の夏の大会を思い出すとね、そういったお話をしました。そして今日もさっき一緒に写真を撮った方も、握手をしてお話をした方も、みんな言うのが、私の父の元選挙区がここなんです。中選挙区時代、本当にうちの父が皆さんにお世話になって、さっきお話したある方はうちの父どころか祖父、そしてひいおじいちゃんまで、そういったお話まで出るぐらい、私にとっては第二の地元がこの川崎なんです。そういった思いでここで3年ぶりに演説ができること、今回は島村大さんの応援ですが、皆さんの力をなんとかお借りしたいという思いで、今日神奈川県内を朝から鎌倉、二俣川駅、そして多摩プラザ、そして最後の新百合ヶ丘の駅に来ましたが、今日の締めの演説ということで、力を込めて、なぜ島村大さんを勝たせてほしいか、なぜねじれの国会を解消しなきゃいけないのか、この参議院選挙の意義を皆さんにお話をしたいと思います。今日で参議院選挙は2日目です。昨日の初日、私小泉進次郎がどこで第一声を始めたかというと、秋田県の東成瀬村という人口約2700人の小さな村でした。その後山形県に入って飛島という離島に行って、人口約240人、そういった小さな離島で第一声をやりました。今回私が日本全国を参議院選挙期間中回りますが、東京には一度も応援には入りません。私が応援に入るのは離島、過疎地域、そして東日本大震災の被災地、この3つを遊説の大きな軸としてこの選挙期間中回りますが、皆さん、島村大さんの名前を見てください。島村大、島や村を大切に隅々まで声を届ける。そして皆さん、この過疎と離島と被災地、共通点があるんです。何だと思いますか？それはアベノミクスの実感が届いていないところなんです。そういったところにこそ、今回の選挙からネット選挙の解禁だというけども、離島で行くのが大変だからインターネットを見てください、そういうんじゃ政治は成り立たない、そういったためにネット選挙の解禁があるわけじゃなくて、あくまでもネット選挙は補完的なもので、最後にやっぱり大事なのは、今日お集まりの皆さんのように直接政治家の体温を感じて、言葉を感じて、そして握手をして、耳を傾けて、政治家は足を運んで声を届ける、この直接の触れ合いが政治はやっぱり最後生きるんです。そういった思いで、たとえ選挙にとって非効率だと言われようとも、日本の隅々まで今回足を運んでいきます。
そして今回参議院選挙の意義は何かというと、一つは過去の自民党との決別なんです。毎年この頃総理大臣が変わり、一つの担当する大臣が1年間のうちに何度も変わる。こんな政治はやめなきゃいけない。しかしこんな政治に誰がした？自民党なんです。自民党が前回与党だった時から総理大臣が毎年変わる傾向が始まって、そしてねじれ国会も自民党の時から始まったんです。今総理大臣の安倍総理が前回総理大臣だった時からこのねじれ国会が生まれてしまった。だから安倍総理自身が今回参議院選挙で何としてもねじれ国会を解消したいという強い思いを持ってやってる。このねじれの解消と毎年コロコロ総理が変わり、外国から新聞に載ると日本の総理の顔写真が違った人と間違えられちゃうような、そんな日本政治のあり方を変えなきゃいけない。安定した政治を実現しなきゃいけないというのが今回の選挙の意義の一つなんです。そしてねじれの解消、そもそもねじれっていうのは絶対的な悪なのか、ねじれ国会というのは本当にいけないことなのか。私はねじれにはいいねじれと悪いねじれがあると思ってる。いいねじれとは何か。それは衆議院とは違う独自の役割を参議院が発揮をして、衆議院がやってることをチェックして、時には衆議院でできた法律が未熟なものだったり、まだまだもう少し過失するようなところがあった場合、参議院で修正することも厭わず、野党が過半数を握っている参議院が責任ある野党、建設的な野党の姿を示して、国会議員同士が調整能力を発揮するようなねじれ国会であれば、私はそのねじれはいいねじれかもしれないと思う。しかし悪いねじれは何か。それは野党のメンツや政治的な駆け引きを国民の利益よりも上に置いて、野党の議員たちは頭の中ではこの法律は通さなきゃいけないと分かっていたとしても、政治的に対立をさせた方が野党の立ち位置が浮かび上がるから法律を潰すような、そういった国会だとしたら、このねじれ国会は悪いねじれ国会に当たります。今のねじれ国会はまさにその悪いねじれ国会に当たるから、私たちはこのねじれ国会を解消して政治の安定を実現しなきゃいけない。そしてねじれの解消とは何を意味するのかなんです。ねじれが解消した場合、自民党はもう言い訳ができなくなります。今まではやりたいことがあって、それが野党に潰されても、これは野党に潰されました、参議院で野党が握ってるからできませんでした、ねじれ国会のことを私たちがやりたいことができない言い訳にすることができたんです。しかしこの参議院選挙でもしもねじれ国会が解消された場合、もう自民党に言い訳は通用しません。あとは私たちが言ったことができるかどうか、私たちがやると言ったことが本当に実行に移されるか、それは全て自民党自身の責任になります。野党の責任ではありません。私たち自民党がお願いをしているのは、私たちが言い訳ができない環境に置いてくださいってこと。それがねじれ国会解消の意味なんです。私たちはその結果、もしも言ったことができなかったら、私たちがやると言ったことができなかったら、4年前のように皆さんから厳しい鉄槌を下される覚悟で、この参議院選挙を自民党にとってのラストチャンスという気持ちで
強い覚悟と強い緊張感で臨んでいるんです。4年前のことを思い出してください。多くの国民の皆さんが街中で民主党のパンフレット、政策のマニフェストを奪い合うようにみんな取っていき、そして多くの民主党議員が当選して民主党政権ができた。そしてその時に総理大臣になった方が、最近では日本と中国の尖閣の発言について一度のみならず何度も連続で、あたかも中国の利益になるような発言を繰り返して、そういったことを見るたびに悲しくなり、それと同時に私はあの選挙で初めて当選させてもらった一人の自民党の議員として強い責任を感じるんです。なぜならあれだけの民主党の熱狂と、その当時の総理大臣を誕生させてしまったのは、あまりにも自民党がひどすぎて自民党以外のところに一度任せてみたいと多くの皆さんに思わせてしまうほど私たちが信頼を失ったからなんです。だからもう二度と私たちは同じ過ちを繰り返しちゃいけない。もう二度と信頼を失うようなことはしない。もう二度とやると言ったことをやらないことが当たり前になるような、そんな政治はもうこれ以上続けられない。政治の安定を届けて、皆さんのその手に日本の国力が回復したという実感を一人でも多くの方に一日も早く届けることができるように、ねじれの解消をして、私たち自民党が言い訳が効かない環境の中で、これから皆さん自民党を厳しくチェックしてください。私たち神奈川県の自民党は自民党の中から自民党が過去の自民党に戻らないか厳しくチェックします。そして自民党が参議院選挙の後に先祖返りをしないかどうか、私たちが中から厳しくやります。緊張感を保ち、皆さんの生活に実感に響くような政治の安定を実現するために、残りの参議院選挙期間中21日まで全力で走り回ってまいりますので、神奈川県では島村大さん、そして全国比例には若狭さんはじめ多くの比例候補出てますから、自民党の中からこの人はと思う人を選んで投票していただきたいと思います。最後まで全力で走り回ってまいります。島村大さん、自民党どうかよろしくお願いします。最後までのご清聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えは自民党青年局長小泉進次郎さんでございます。どうぞ今一度大きな拍手でお願いをいたします。自民党頑張れ。今日は皆さんお集まりをいただきましてありがとうございます。まだお帰りになっちゃダメですよ。もう一人弁士の方がおられます。このお礼のご挨拶ということでございますけれども、この新百合ヶ丘ではまだですね、名前はそんなに知られてないんですけれども、私自身がいつも怒られてる方なんです。今川崎市連の広報委員長を務めておりますけれども、神奈川県の自民党の幹事長竹内秀明よりお礼のご挨拶をいただきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。こんなに暗くなるまで多くの同志の皆さん、そして多くの友の皆さんが集まっていただいてご清聴賜りました。心から感謝を申し上げます。私は県連の幹事長、横須賀から小泉青年局長と共に参りました竹内です。改めてありがとうございます。
2009年に自民党は皆さんから見放された、もう自民党じゃダメだとこう言われた。そしてこの神奈川県でも17人いた衆議院がたった6人にされてしまいました。これは当たり前のこと。そして私たちは立ち直るためにチーム神奈川を作ってみんなで頑張ろうというこんな思いで汗を流してまいりました。意地もあった、自民党の本部に文句もあった。俺たちは、私たちはこの神奈川県のメンバーでチーム神奈川一緒に一つになって戦っていこう。そしていつか皆さんの思いに達せるような神奈川自民党になろうということで戦ってまいりました。改めて皆さんのお力をいただきながら12月に全員が当選をさせていただいて戻ってきました。この参議院選挙が最後の正念場、ラストチャンス、皆さんにお願いする自民党が立ち直る、そして決める政治をするための最後の戦いなんです。改めて自民党に反省をしたのかと問われたら反省をしました。そして決める政治ができるのかと言われたら、決める政治をみんなで頑張ります、私たちは言います。そして責任が負えるのかと言われたら、全員で自民党、この日本国のために責任を負うというふうに確信を持って皆さんに言います。どうぞ候補者、そして小泉進次郎青年局長が言ったように、この3人の選挙で勝たせていただいて責任を負わせてください。その後は皆さんにしっかりとお示しをしたい。全員でそんな思いで戦ってまいります。改めて最後の最後までご清聴賜りました。幹事長として菅会長官房長官のもと、神奈川自民党全員でこの戦い頑張って頑張って汗を流してまいります。島村大、島村大、よろしくお願いします。全国比例若狭勝を含めて仲間たちに皆さんの応援よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。